高橋誠一郎5月9日から1982年2月9日は、戦前昭和から戦後黎明期にかけての経済学者、教育者、政治家、慶応義塾大学名誉博士、日本芸術委員委員長、帝国学士委員会員、日本舞踊協会会長、国立劇場会長、東京国立博物館長、第一次、吉田内閣の文部大臣等を歴任し、 戦後の文化行政を指導して、古典芸能の保護に尽力。経済学者としては、アダム・スミス以前の性を経済理論、特に重症主義経済学説を研究。異界君等は、ジュニー、君一等。君一等旭実大受賞。君一等随法賞。文化勲章受賞。合章、海鮮問屋、津軽屋の長男。父は視力に異常をきたし、それから横浜で、 絹物ものの貿易商を営んでいた。父が、福沢諭吉の崇拝者であった関係で、慶応義塾普通学科に入学し大学部政治家を卒業。直ちに助手に採用され、1911年にロンドン大学に留学。同年病によりシベリア経由で帰国。1914年から、慶応義塾大学部政治家の経済言論、経済学士を担当。その後、 理財家で研究会を担当し、経済学部長を経て、慶応義塾図書館監督に就任した。大東は戦争中に名誉教授に就任。多くの経済研究所のうち、重商主義経済学説研究は代表的著作とされ当時高い評価を受けた。戦後間もなく、第一次、吉田内閣改造内閣で文部大臣となり、教育基本法と、 学校教育法を制定。教育基本法の審議に際しては、教育基本法が教育直後と矛盾しないことを議会答弁した。その後、日本芸術委員長に就任。国立博物館長や文化財保護委員会委員長なども歴任した。また、芸術、芸能にも造形が深く、浮世絵の収集、研究でも知られた。高橋コレクションと呼ばれた収集品は、 国際的にも著名で、特に鈴木春信の錦絵、へ、風俗式河川は保存状態が良好な揃いもの。現在、その収集品のおよそ半分が、慶応義塾の所蔵となっている。第二次世界大戦中も、国民服でなく和服で通した。94歳で退任するまで母校で抗議をし続けた。母書は、横浜沖山本学寺。 高橋誠一郎から言葉んくこの法案の中には、教育直後の良き精神が引き継がれておりまするし、また不十分な点、表現の不適当な点も改めて表現せられていると考えるのであります。教育直後をあえて廃止するという考えはないのでございまするが、教育直後をゼまでのように学校で式日などに捧げ得いたしますることは、これを廃止したいのでございます。ありがとうございます。